おざす。ご無沙汰しております。お久しぶりです。盛り上げてもらいたいものが、はい、ボートレース教えてほしいんですよ。楽しくボートレースを覚える。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ボートレースの楽しみ方を教えたいと思うのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最近ボートの配信、はい、こうたくさんお金をかける配信が多くて、こう見てる方もそれに盛り上がってこうやってるんだけど、はい、ちょっと違うのかなと。せっかくのライトユーザーさんにも現作戦の面白さみたいなのを伝えるために、ボートレース1000円点数が最大10点買えるわけじゃない。ボートレースって100円から楽しめる、はい、なるほど、はい、うまく自分の思いがあるところにこう熱く貼るみたいな、逆に難しいなと思ったレースは10点に広げるみたいな感じで、普通の一般のお客さんたちと同じような目線で楽しんで、でなおかつ当てて、まあ美味しいもの食ったりさ、うわーいいですね、いい、そうだな、1万3000円ぐらい終わった時にあればさ、7000円買ったんでしょ。7000円買ったんですね。結構いけるよ。いやちょっといいな結構いい、結構いいでしょ。多めのトッピングしちゃうかも。ココイチってあのカレー屋さん、はい、もうちょっといいとこ行こうよ。いいな、僕なんかいつもよりいい柔軟剤を買いたいですね。僕らちっちゃいわ、うん、ちっちゃい、僕らみたいな初心者でも楽しみつつ、はい、それとレート説も守りつつ、うん、ボートレースのことを深く知っていけたらいいなとは思うので。でしょ、楽しみ方だったらもう任してよ。ありがとうございます。いろんな視点からあるよ、船券深いからさ。買い方もまだわからない。テレボートは入ったんだよね、みんなに入らせていただいたんですけど、そこでお金さえあれば無限に買えます、はい、でもそのお金さえあればが1レース1000円ってことですもんね、うん、この企画はね、はい、なんかあるんですかそういう言葉が。ああ、豆買いとかいうやつ。あ、豆買い、ね、一般の人も楽しめるような金額でやるっていう手がこの番組の趣旨なのかなと思って、はい、なるほど、なるほど。でそれをうまくこう儲ける方にお二人が持ってってくれると楽しいですよ。いや、めちゃくちゃ楽しいです。それはで見てる人も、あ、なんだよ100円でも結構行くときは行くんじゃんっていうのを見せてもらいたいな、みたいな。頑張ります。ぜひ。じゃあ今日は、はい、ボートレース常滑、はい、お、地元、地元だよね。ほら、僕名古屋出身なんで。らしいですね。あれなんでしょ、有名な方のなんでしょ聞いたよ、俺。そうですね。あ、そこまで情報言ってるんですか。とりあえず聞いた。今日は船券じゃないじゃない、テレボートさんのあれで買うじゃない。そうですね。本庄に行ったらこう船券っていうものを買うわけじゃない、はい、あれは噛んだあかんよ。入んなくなるんだ。昨年の夏、おちが大変申し訳ありませんでした。彼のおじさん、あの名古屋市長のあの人なんですよ。すいません、はい、あれ詳しくはね、あの名古屋市長金メダルおいで検索していただくと、漏れなくうちの相方が出てくるので。そうそうそう、はい、まだ広げた方がいいのかなと。もう大丈夫。もう大丈夫。もう大丈夫なんだ。そう、あ、もう大丈夫なんだ。ありがとうございます。もう一回ぐらい言った方がいいのかな。もうあとはプライベートで聞きます。はい。なので今回はボートレース常滑。今日は初日なんでね。はい、次の5レースからかな。楽しんでいきたいなって思っています。はい。常滑のレース場っていうのは何か特徴とかあったりするんですか。おっと、いいこと聞くね。いいですか。ありがたい。食い気味に来てるからさ、あ、ボート好きになろうとしてんのかなと思って、はい、いいよ。いや、嬉しいです。あの常滑ってなんか特徴あるんですか。言った言った言ったの。あ、よし、天丼やん。すいません、いいこと言ったって褒められてたの。常滑はね、まずあのこれ海水のレース場なんですよね。海水、はい、うん、海水なんですけどね、実は潮の満ち引きは関係なくて、はい、っていうのはあの水門で止めちゃうんで、はい、ただ海水、水質が柔らかいと言われてますね。なるほど。でね、どっちかっていうとね、やっぱね、内が強いかな。内が強い、うん、ってことは1番2番が結構やっぱ強いっていう。そうですね、特にやっぱ1がね、やっぱ有利なレース上ではあると思いますね。なるほど、はい、風が結構あの特にこの季節は向かい風が強く吹いたりするんで、はい、水面荒れるとちょっとこうまた外の方にも出番が出てくるという。なるほどね。感じはあると思う。吹き流し、あの黄色と黒のポールのところでやっぱ向かい風が吹いてる、あのこういうあの向かい、ね、吹き流しが吹いてるって書いてあるんですけど、はい、あの真ん中の上の旗みたいなやつね、はい、なるほど。こういうのもチェックしておくと揺れてるでしょ、はいはいはい、45のポールとかですか、ここもあれでちょっと
分かるかな、風の吹き方だったり。うわ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 、攻めるね。うわ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 、うわすごいすごいすごい、緑すごい。あ、緑すごいとかそういうの好き。すいません。いやいや違う違う違う、そういうイメージ好き。これ今一番有利なの3なんだよねこれね。なんで？お、本当でも上がってきてる。ね。すごいすごいすごい。そう、あれは本当に角度かな。うわうわ、そうそうそう、すごいな。うん、1と5と3がいいなと思ったんで、ここに200円入れられればさ、そうですね、8000円なわけだからね。今 41.4 倍、ね、でしょ、もう8000円でしょ。必ずしもやっぱ一番人気とかが来るわけではないってことなんですね。あのね、うん、人気はね、ファンが作るんです。へー、あ、ファンが、うん、なるほど。これが人気だから硬いじゃなくて、自分が思うやつを買わなきゃ、うん、あ、もう流されない、ね、自分の中で一番人気を買わなきゃダメなの。あ、これいいこと、いいこと言うね。まずは人が作るもんだから、はい、自分の一番人気にブレちゃいけない。なるほど、いいこと聞いたなこれは。黒沢さんも今学んだんですか？そのことは今学んだ。そのことは学んだ。豆買いだとなんかちょっと気が楽に楽しめますね。あったな今な。あ、そっか、言ったすんげー気分、もう気軽に楽しめる。違う違う違う、気軽に楽しむんじゃダメなのよ。レーサーはさ、はい、命をかけて走ってくれてるからさ、はい、それをさ応援するのは船券を買うことで応援しなきゃいけないんだよね、僕らはね。なるほど、なるほど、はい、気軽に楽しめる嫌いの俺。なるほど。レート説だからさ。そうですね。ただ最近こうヤジがどうとかとかさ、いろいろ言うの、はい、すごい汚い言葉のヤジとかはあれだけどさ、はい、この勝った選手がさ一着で走ってなくてもさ、勝ったらゴールするまで見るじゃん。はい、見ます、はい、見ますね。そういう思いで選手も走ってくれてるから。なるほど。それに対してなんだよ次頼むよっていうのはヤジは明日へのエールだからさ。はい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 、はい、そういう気持ちは持っててもらいたいな。なるほど。ただ気軽にファーみたいなのはなん申し訳ございませんでした。怖いな、本当に怖いな。すいません、よかった最初反省の意を見せるために、あの、いやいやいや、今日柔軟剤買いません。いやいや、はい、当たっても柔軟剤は言っとこうよ。あ、いいですか、ありがとうございます。行かせてください。5レース目からですか？じゃあそうです、この5レースね、今スタート展示見てもらってる。この展示っていうのは、はい、絶対見た方がいいってことですね。絶対見た方がいい、これだけは。これ最後のヒントの場所だからさ。なるほど。外から家に入りたい人がいるときは、うん、ここで意思表示するから。する、なるほど。ギュッて、うわ、あれ6番出ちゃってんだよね。出ちゃってると、あれフライング、あるフライング。じゃあ今6と5がフライングってことですか？6と5、1もフライング、1もフライング、1もフライング、うん、1、2の人の方が、うん、スピードに乗ってる、うん、そう、その分ちょっと外には膨らんでるけど、うん、5の人上手くないですか？5上手いね、うん、そうだね。そんでこの出走表見てさ、はい、その勝率だったりいろんなものを見るとさ、はいはい、ああだよね、ですよねってなる。ああ本当だ、5。なるほどなるほど。勝率高いわ。でしょ。そう、今ので5がやっぱ良かったなって2人が言うってことは、やっぱ5がいいんでいいんじゃないのって思うじゃん。はい、確かに3番慎重だったな。1、2の選手に比べたら3の人はすごいゆっくり。でも逆にさ、1、2の選手とさ3の選手つってもさ、点数はさそんなに変わらないじゃん、はい、1、2、3として、うん、はいはい、で3があんまりよく見えなかったってことはさ、はい、そのモーターの仕上がりっていうのかな、初日、今日初日なんだけど、はい、その今のモーターとプロペラの仕上がりがまだいまいちなのかなっていう捉え方ができるじゃん、はいはい、自分のターンができてないのかな、はい、なるほどなるほど。ここ点数があっても、えなんか遅く見えた、乗りづらく見えたっていうのがそのイメージで合ってる、ね、あそういうことなんですね。そうそうそう、だから2人が言ってるそのイメージを大切にするために、これをまず出走表をあんまり見ないで、ね、こっちを見ずに、なるほど、先にこっち見て、うん、展示をとにかくしっかり見る、そうしっかり見る、こっちを見て色眼鏡であれを見ない。ここに展示タイムって出るのさ、はい、自分が良かったなって思った今5番がいいって言ったんだよね、服部達也選手なんか、はい、66じゃん、66、うん、で63の人もいれば64の人もいるじゃない、はい、でも75も いるじゃない、はい、は速さなんだよねこれ。その直線で乗ってたのは5番の服部選手が他の選手に比べたらまあ、まあまあ、まあまあ、あったってことです。ただここで言うとね、さっき3番が慎重に見えたって言ったでしょ、はい、でも展示タイム一番速いんですよ。あ一番速い、ね、63か、63、ああ、うん、そっか、63、なるほど。下にさ0.5 とかあるじゃん、はい、チルトって書いてある、はい、冷蔵庫ですか？あるあるですよそれ、新車ある、持っていいやつ、いや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 、なんで
あ、これぐらいがいいのね。一番いっちゃいかんやつ。だいたいみんなビギナーが最初に言うのそれだから。もう大概それだから。でもこれでビギナーってことは伝わってますね。そこは芸人さんとして違うところに言ってますから。チルト角度っていうのはターンを回りやすくするのにマイナス 0.5 っていう人が結構多いんだよね。とまずチルトは特別なものが出てこない限りは気にしなくていいと思います。わかりました、うん、じゃあ買いますか。はい、早速、はい、うわー、なんか緊張しますね。緊張するな。しないよ、しないしないしない、当たんだもんだって。第5レース、そうなりました。はい、1から3、5、2、4で、あとは1、5の前です、10点。1位が1着っていうのはもう揺るがない。いや、もう揺るがないな。なるほど、うん、揺るんでほしくない。続いてノリの予想はこれです、うん、ダン、はい、初ボートレース6点の合計1000円、当たってねの願いも込めたんで、うん、僕のレースはこうなりました、はい、ダダーン。うわー、攻めたね。これに全部200円。あ、全部200円か。どこで、はい、5点で、5点で。お見事ですな。これでちょっとね、勝負してみたいなと思いましたね。いい勝負ですね。はい、僕も1252とあと215251、お、そして156、うん、6だって展示いいでしょ、はい、だって展示よかった。マジっすか、うん、真央さん多分モーターいいんだと思うんですよ、これ、うん、へぇ、走りますよ。し、うわ、楽しみ、楽しみだな。みんなで応援しましょう、自分の勝ってるやつを。これはちょっとね、応援したい。もちろん全選手頑張っていただきたいですけど、うん、そうだね、はい、さあスタートします、うん、よし、スタートした。よしよしよし、初ボートレース当たっちゃうかな。頼みますよ、お願いします。全選手頑張ってください。はいや、ノーフライングね。いや、フライングじゃない、大丈夫。5がいいね。うわ、いいっすね、5いいっすね。5はね、マークしてましたよ。そこ、うち、2のうち、5のうち、5、1、5、いい、あ、いいんじゃない。ゲッツ、5、いいとこ入りましたよ。これ、いいとこ入ってますよ。え、5、すごいっすね。どう、ぶつかってる、ぶつかってる。いや、いい。だって5がいいって言ってたじゃん。5は僕いいって言ってた。合ってるじゃん、5がいいって。うん、もうみんな当たんじゃないの、1、5、2で。あー、2が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 減ったな、今。あー、2、2がめぐったよ、今。4が、お、4もうまく上がってきましたね。2が好きで、また5来た、また5来た。5がドン。あ、5が入ってる。うわ、すごい、すごい、すごい。たまんないでしょ。たまんねえな、これ。楽しいでしょ。もう決まっちゃったの、それ。いや、まだ、いや、まだ早い、まだ早い。5が上手い、5が上手い。あー、バタついてる。あ、4か、そっか。楽しい、え、楽しい。楽しいね。何これ。でも、もうイライラしてるけどね、俺。だから思い通りにいかないのがおもろいなって思って。でしょ、はい、もう一瞬当たりそうだったでしょ。当たりそうだった。しかもバックで1号2だからね。そう、バックは1号が全員当たりだったんだよ。外れたのは悔しいんだけど、面白いでしょ、ボート。めちゃくちゃ面白い。あの、昔からボートをやってて、つまんないってやめちゃった人ってさ、スタートして1マークで終わっちゃうじゃんっていうね、はい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 、1個目のターンマークを待って、はい、全然終わんないじゃん。終わんないよ。わー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 言ってたじゃん。なってた。楽しいでしょ。めちゃくちゃ楽しい。楽しい。当たんないと悔しいでしょ。ギリギリありそうだったのに。めちゃくちゃ悔しい。次また当てたいと思うでしょ。はい、これボートレース。それも100円から楽しめる。これはたまでしょ。いいな。でしょ。すごいな。これも同じですね。上下り3対3ですね。6レース。1めちゃくちゃ出てますね。1フライングすごいな。ね。で、6が良かったのは、このターン。ターンが良かったのかって言ってよ。うわ、うまっ。あ、5もちょっとあれですね。でさらに膨らんでる感じ、ね、角が4号は、うん、6うまくないですか。これとちなみにこれ3番と5番は女子レーサーね。へー、今回は誰がよく見えましたか。1、2、3、6がやっぱりいい風に見えましたね、はい、僕2、6ですね。2、6がよく見えた、はい、と踏まえてみると A 級選手なんだよね、だ2と6はね。5レースだとさ、5がいいっつってみんな1、5にしたじゃない、はいはい、でもさ、こういうやり方もあんのさ。あー、なるほど。あ、1、全5。最初にボスに習ったのはうちが有利だって習ったわけ、はい、でも今回もそうだけど6がいいと思ったらさ、こういうやり方もあるわけじゃない。そうですね、うん、2着がどれ来るか、すごいよく見えても確かに6が遠いから、うん、わー面白い。それを踏まえて考えてみてください。うわー、じゃあ、私から、はい、第6レースこれです。なるほど、なるほどね。このレースは10点です。前向きでいきました。ノリの予想はこちらです。9番の北村選手気になるの、うん、と、
やっぱ頭で買っときたいなと思って、当たるでいきたいと思います。はい、僕は、はい、ここです。216に200円をかけました。おお、強気。はい、であと162にも200円かけました。162、おお、おお、2が、はい、じゃあめちゃくちゃ強い。261はそこに、そう、2がもう絡んでくるって、僕はもうボスは、え、ほぼ僕は21で26で、おお、 21? もう一柳選手が刺さなかったらおしまいです。ああ、ね、なるほどですよね、2ですよね。そう、2です。2はね、確かに。さあ、さあ、頼む。さあ、お願いします。お願いします。お、あれ、これいっちゃうんじゃね。何が、いや、2が、あ、うん、でもなんかスタートだけ見るとなんか1そんなでしたよね。いっちゃい、そのまま。え、2やばくないですか。6の頭まで、16だから。いやー、頭まで来れねえのか。あれ、16いいじゃん。16ですね。え、16いいっすか。16いいよ。16今のところ。でもさっきみたいなこともありますもんね。ちょっとね、はい、これはね、はい、これの差が激しすぎてないかもしれない。あ、本当ですか。マジですか。何番、何番。162が今のところよくない。え、ちょっと2大丈夫、膨らんでない。今4がでもうちから来てるから、うん、4は当たんないの。164買ってます。あるよね、ケンさん2しかないのよ。マジっすか。一番応援したらいいのは、はい、のりさんは163になるのを応援する。いや、そうっすね、2頑張って。激しくつけるよ、前に出た、前に出た、前に出た、めちゃくちゃいいっすよ。前に出た、前に出た、2前出てますね、前に出てます。笠野選手頼むよ。162大丈夫ですか。出てます、出てます、回答が。2番頼みますよ。来た来た来た、大丈夫でしょ、もう大丈夫、もう大丈夫ですか。もうほぼほぼです、多分大丈夫。よかった、僕16に200円かけてます。あ、っていうことはさっきのも回収できるの。やったー。まだ分かんない、まだ分かんない。ナイスだ。どう、最後の3周、これ楽しいでしょ。めちゃくちゃ楽しい。楽しい。変な話さ、今のこのレースを見ててさ、1周目の2マークでほとんどこの状態だったよね。はい、はい、したらさ、この162がさ、1200m、はい、ずっと楽しめんで、162言うて。そうですね、ね、競馬とかだとギャーってここだけじゃん。最後の差しとか離さとかありますからね。よかった、初当たり。初当たりです。初当たり、当たりました。嬉しいよ、当たってくれて。やったー。嬉しいよ。200円かけたよ。200円だもんね。はい、はやったー。あの安い柔軟剤ならいける。やったー。もうちょっと高い柔軟剤買いたいです。あ、8レース目、僕らやるやつですよね。そうなんです。展示見ときたいです。1人いないわけだから確率はちょっと高いですよね。知ってる船券が120から60になるだけです。あ、そうかそうかそうか。一応確率上がったでしょ。違うの。ちょっと上がったんですか。違うの。ダメか。うん。あれあれ、ヒーフク。あら、あれ。ご定立てですが、3コースが角ですよ。2が1になってるんですか。そうですね、2がインコースです。なんかみんな似たような感じだったな。似たような感じに見えました。はあ、無口になっちゃった。まあ、ね、やっぱ真剣に、ね、やっぱ真剣に皆さん見ちゃうなら。そうですね、ここ当てやすいって言ったんだから当ててもらおうじゃねえか。言ったのはまあ当てましたからね。怖い。やばそれは。いや、ボス助けて。当てましょうよ。当てればいいんだ。当てればいいんだ。当てましょうよ。そうそうそう、それをさ、見せてもらいたいな。そうですね、36前とあと6前に。6前に一緒、うん、あ、本当、うん、6前に兄弟か。でもコンビ組んでる、やっぱ勘がやっぱあるんでしょうね。やっぱそうなのかな。6前に、ね、うん、ありそうなんだよね。はい、じゃあ行きます。はい、はい、じゃあ第8レース、はい、夏山選手参加度引いたので本番もやってくれるのかなっていう体で、はい、夏山選手の攻めからやっぱり8号機引いたカジノ選手やっぱ気になるので4664を流し。え、4664、うん、4664買ってます。買ってますよ。4664買ってる。買ってない。で、まあもう本当にどこまで行ってもエンジンとターンと全てを信頼してカジノ選手から6頭の23で234、お、これを4点こちらです。はい、ダダン、津山選手ちょっと入れておきたいなっていうのと、うん、2番の谷川選手が3着以内に入る可能性も高いんじゃないかっていうので、うん、6前2というフォーメーションを組ませていただきました。展示の時の3番の池田選手のちょっと勢い、うん、コーナリングがもうとにかくパワフルで、うん、ちょっと見逃せないなと思って入れました。こういう感じでございます。はい、僕8ラウンド目はこんな感じです。はい、ちょっとノリと似てるんですけども、うん、2、6、3を200円にしました。わ、なんか
女性じゃないですか、うん、女性のパワーというのを信じたいというか、なんか谷川さん1コース目で行くじゃないですか。そうだね。なんかちょっとねこれ期待 したいなっていうのはちょっと込みで200円にしました。僕は620、630、640。おお、620、630、640。なるほど。もう梶野選手大信頼。なるほど。ですよね。そう、3日もくらい前まで常滑にいたんですよ。その時この8番がとにかく演技良かったんです。西橋奈美女子選手が優勝戦まで、あの6艇立てだったらここまでしないけど、はい、5艇立てって5コースだからね、ここ。あ、なるほどね、うん、だからエンジンで何とかしてくれるんじゃないかという感じです。うわ、はい、来たかな、もう。え、これで。いやいや、思った通りだったんで。あ、思った通りですね、はい、引いてくれたんで。6がですか。はい、6、あ、4が。で、そうですね、夏目さん参加でに、うん、そう、夏山選手がね、うわ、4来るか。スタート行ってない。え、6ですか。6頼む。確かにスタートは5の方が良かったですね。あ、5が行ってくれた。あ、5、1着はちょっと予想しないな。いや、5着はちょっと予想つかないよ。させー、させー。あ、でもよし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 、いいよ。いいの？2ですよ、2ですよね、今ね。今2、3、6になるのか4になるのか。いいの本当に。ここ大事っすよね。ここ大事だな。ケイタさん、いいのこれで。いや、これダメか。ええー、の、いや、これ6入ってくる。ええー、の、あ、4がぶっ飛ばしにいった。4当てられた。4、1着。えぇ、ー、3、4、4、か3、3。お、3入れてるよ。え、ダメだ。あ、6が来ないか。いそうだ、だから6が来ればね。そう、6が来ればね。3、6だったら勝ってます。当たるの。はい、え、3、6だったら頼みますよ。3、6だったら当たります。3、2、4 3、2、4は勝ってないな。勝ってないな。2か。あ、6来てほしいな。頑張れ、6頑張れ。3が1着はでも当ててるわ。でしょ。3、2、4、69倍。そっか。3、2、4、4。なるほど、うん。なあ、当てたかったな。悔しい。ね、4、当たんないでしょ。当たんない。当たんない。60個になってもそういうことか。当たんないでしょ。おい、大嘘つき。いや、全然当たらないわけ。ちょっとこの勢いで勝ちたいよ。この勢いでってあなた外してんだから。何も勢いなんか何もないよ。これいい感じですね。お二人のレクチャーが素晴らしいから。どんなもんじゃない。すごーい。マジか。すごーい。